1977年の神尾の府内仮、上皇上の状況。周囲約500メートル範囲。左が、な内方面。ホームのすぐ左下に、待合室。ホームへは、民家の指導と畑のあぜ道を通らなければいけない状況が見て取れる。ホームの対面には、暴風雪作が設置されている。また、有進内側へ、本線からまっすぐ伸びる白い線は、 トンネルができる以前に手塩川柏の崖を通っていた頃の急線跡。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成神尾のっぷ内駅は北海道手塩郡幌ノ部町は座右京にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。電報略号は見よう。利用者禁止に伴い2001年7月1日に下中川駅。 足川駅と共に廃駅となった。廃止直前は普通列車が2往復しか停車しなかった。また、飛行駅の一つとされていた。当地は、担当車もないと呼ばれた地域で、現在のオス京地区では、最も早く入植が始まったとされている。入植初期は、船で対岸の手塩町を立命牛へ渡るなどしていた。後に、 有心内駅付近とを結ぶ道が開通するが、担汰車も内地区と有心内駅の間には、急峻な山が手塩川に突出しており、道路もその山の中原を削って付けられたためよく、普通となった。この道路は、担汰車も内地区が戦後開拓地となったことで、拡幅されているが、さらに列車利用の便を図って当地に仮乗工場が設けられることとなった。 当駅の所在する地において、より、手塩川の上流に位置するため、上を冠する。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の南側に存在した、分岐器を持たない、防線駅となっていた。仮上工場に羊を持つ、無人駅となっており、駅舎はないがホーム出入り口付近に、待合所を有していた。ホームは、 湧かない方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。駅と集落の間は、歩道、車道ともに通じておらず、牧場の私有地を通らなければ往来できなかった。廃駅後は、すべての施設が撤去され、現在は跡形もなくなっている。神尾ノップ内かり上校場に関するカテゴリー。ありがとうございます。